やめじゃにから新たな舞台へ平野紫仕神宮寺由太たに続く、とベえとべ合流動き出す芸能界の未来未来、とべの誕生とジャニーズからの脱退者たち、ジャニーズ事務所を離れ、新たな舞台に挑むアーティストたちが現れています。元キング・アンドプスの平野紫耀と神宮寺ゆ太たが、 滝沢秀明氏が設立した新会社、戸部に合流し、その動向が注目を集めています。彼らの決断が示すように、ジャニーズからの、やめじゃに、メンバーたちが芸能界で新たな一歩を踏み出そうとしていることが明らかになっています。戸辺の新戦略、ネットとの親密な関係構築。戸部はその姿勢において新しいアプローチを示しています。 先日の公式 YouTube の生配信では同時視聴100万人を超え、平野と神宮寺はファンクラブと SNS の解説を発表。これにより、彼らはネットとの親密な関係構築を進める意向を示しました。生配信やインスタライブでは、スクショタイムを設け、画像の拡散を歓迎するなど、ジャニーズとは一線を画すアプローチが見受けられました。 女性指揮者の一言によれば、ネットに消極的だったジャニーズとは違い、飛べ介入後はネット重視で行くでしょう。SNS でファンとの直接交流を行い、音楽活動も配信がメインとなり、今後行われるコンサートでも撮影 OK となるかもしれません、とのこと。この新しいアプローチが、 トベがファンとのコミュニケーションを大切にし、芸能活動をより広範囲に展開する手助けになることは想像に固くありません。ジナル、ヤメジャニ、のトベ参加者は誰か平野氏洋と神宮寺歌の加入に続き、三宅県もトベに合流することを発表。そして、これに続く、ヤメジャニ、のトベ参加が見込まれているようです。 5月2日に退場した、三宅5月22日に退場した平野と神宮寺とジャニーズを辞めた順に発表しています。生配信では14日に新たな仲間たちと生配信する予定と話していましたが、この流れだと、次は5月25日に退場したインパクトオーズオダー間違いないと思います。と女性指揮者が語ります。 この情報から、ジナルトベ参加者はインパクト大勢のメンバーと見られています。ファンたちは、新しい仲間たちとの生配信を楽しみにしていることでしょう。トベがジャニーズを離れたアーティストたちにとって、新しい挑戦と未来が広がっていることは間違いありません。トベに注目のアーティストたち。 トベガ芸能界で一大勢力となる可能性がある中、地なる注目のアーティストたちが浮上しています。8月いっぱいで退場するキスマイの北山博光9月末に退場が決まっている元金プリの岸優太も合流の可能性は高そうですし、滝沢氏がジャニーズ時代にプロデュースしたスノーマンやシクストーンズも、バーこの流れが及ぶかが注目されます。と、女性指揮者は語ります。 これらのアーティストたちが飛べに加わることで、ますます多様性に富んだエンターテインメントが提供されることが期待されます。飛べが個々のアーティストの魅力を最大限に引き出し、新たな音楽やエンターテインメントのスタイルを模索していくことは、芸能界にとってもファンにとっても喜ばしい展開であることは間違いありません。飛べ、新たな時代の幕だけ。 ジャニーズを離れたアーティストたちが、飛べという新しい舞台で活動を始めることで、芸能界に新たな風が吹き始めています。ネットを活用し、ファンとのコミュニケーションを大切にするトベの姿勢は、これまでとは異なるアプローチを提示しています。 これからも戸部がどのようなアーティストたちと共に成長していくのか、そして彼らが芸能界にどのような新しい波をもたらすのか、ますます目が離せない状況が続くことでしょう。芸能界にとって、戸部は新たな時代の幕開けと言えるかもしれません。